はい、精神チャンネルの中井です。はい、本日でございますけれども、もういよいよね、もう夏っていう感じが、まあサマータイムですね。もうサマータイムブルースっていうね、ちょっとまあ音楽的にもなんかちょっと今旬な感じのね、ちょっと時期でございますけども、もうなんかこうね、夏っていうねイメージっていうのももうやっぱりこう、やっぱりなんですね、風物詩としては花火とかね、まあ祭りとかいう、やっぱりそういうイメージあるんですよね、海とか。まあ山だったりとかっていうね、夏の風物詩、まあフェスだったり、イベント、パーティーだったりですね、その、催し物はたくさんあるんですけども、まあ今年はね、ちょっとなかなかそういうのも自粛みたいな感じになるのもちょっと気持ち悪いじゃないですか。だからまあ洋服というかね、まあそういう風にちょっと明るい気持ちを持って、ちょっと伝えていくにはね、まあこういう風に柄シャツね、まあそれでもちょっと花火を連想させるようなこの柄、まあこちらもちょっとね、紹介させてもらいたいと思いますんで、いいでしょうか、こちらね。花火っぽいんですけどね、こちら。歌舞伎柄といってね、こちらでございます。グルービンハイから。じゃ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 こちら、めちゃめちゃ派手なイメージじゃないですか。もうインパクトはね、すごい派手なイメージなんですけど、まあ僕ね、結構こういう柄物大好きなんで、まあゼブラだとかアニマル系のね、レオパードとか、着てる人には全然慣れてるような、柄だとは思うんですけども、結構柄シャツ探してる方にね、結構おすすめしたいっていうのはね、パターン的に何パターンなのかわからない。何柄かわからないっていうね、柄がね、意外とおすすめだするんですよ。っていうのもね、僕が今着てるのも、その歌舞伎。まあ歌舞伎柄って言っても、結構その、なんですかね。やっぱ一概にね、ヴィンテージのその歌舞伎柄っていうのも結構フレアだったり、まあ花火、もう本当ファイヤー、その花火ですよね。まあ花火だったりとか、まあそういうところの部分で柄物を抑えるっていうところでね、ヴィンテージのその霊音だったり、シアサッカーだったりとかですね。結構その生地によって結構こういう素材は、柄はね、結構押されてるんですけども、結構ヴィンテージ仕様になると結構ね、本当にシアサッカー地が結構僕はよく見るのが多いのかな。コットン地とシアサッカー地が結構ね、この歌舞伎柄、結構花火柄っぽいね。まあ、こういう感じの、柄は結構多いんですけど、今回はこちらもね、バッチリレーヨン。はい。僕大好きなレーヨン素材、使っておりますね。もちろん夏っぽい、こう、テラテラっと。はい。こういう風にね、ちょっと夏を意識したような。はい、感じの、その、ハワイアンシャツ、まあ、購入されたい方とかね、結構おすすめしてるのが、結構ハワイアンシャツとか柄シャツ探してるけど、まあ、どのものがいいのかなっていう、探してる方、ボーリングシャツとかもそうなんですけど、ボーリングシャツもレーヨンだったり、コットンだったりするじゃないですか。まあ、それで、まあ、柄シャツってなったら、やっぱ、いろいろ、まあ、種類はあると思うんですけども、ヴィンテージライクだったり、ロカビリー好きな方とかは、まあ、基本的にレーヨンを抑えるのが、まあ、マストかなっていう感じですね。まあ、その中でも、その柄で、こちらネイビーイエローとネイビーレッドって感じなんですけど、どちらのカラーもすごい、まあ、人気ですね。といってもやっぱり、ね、海外の人のがすごい強いですね。この辺の柄は海外とかが、まあ、DM 来たりとかですね。まあ、かなりおすすめしてても、ヴィンテージライクな方は海外の方が結構アンテナ高いのかなと思うんですけど、まあ、こう、日本人でもね、大好きな方は、もうピンポイントでマストで大好きなんじゃないかなっていう柄なんですけども、まあ、この辺の柄をね、ちょっと僕はちょっと押して、いきたいというよりも、僕が個人的に欲しかったっていうね、あったんで、僕はもうすぐ購入させてもらいましたけど、これが僕が着てるのは一応サイズ L で、ちょっと今日はゆったり、着てます。これが L サイズで、ちょっとゆったりって感じなんですけど、まあ中にね、インナーに結構ちょっと分厚い T シャツ着ても、ゆったり着てるって感じだし、まあ先日、まあちょっと入荷した、T シャツ類ですね。グルービンハイからも T シャツ紹介、またここでも紹介させてもらおうと思ってるんですけども、まあ先日、まあ昨日かな、その紹介、昨日一昨日ぐらい紹介した時ですね、T シャツに合わせるとこも、すごいいいんじゃないかなと思いますけどね。柄シャツなんで結構プリント物を抑えたくないっていう方、もう結構無地の T シャツで行きたいっていうね、こういう風にこう無地で行きたいっていう方は結構多いと思うんですけど、まあタンクトップとか、まあその辺とかでも着てもいいんでしょうけど、結構無地で結構もうシンプルに、ボディを合わせたい、まあボディを見せたいっていう感じで、柄をね、弾かせるためにはね、結構そのオンオフが大事なんで、まあインナーは結構無地でっていう感じが結構多いと思うんですけど、まあプリント物をね、意外とそのボディによっては、素材がすごい柔らかいし、タイトな感じなんで、グルミハイの T シャツと全然合わせてもらっても、プリントが入ってても全然違和感ないような着用ができると思いますので、まあ結構柄シャツと T シャツの、コンビで合わせてもらってもいいのかなと思いますよ。はい。で、まあ今回はそのネイビーイエローを僕は着用してますけど、ネイビーレッドもね、すごい反響があって、皆さんもね、注目してもらってるんで、数もね、そのサイズも各サイズちょっと欠けてるサイズもあるんですけども、一応 M から XL、S サイズもあったりするんですけど、S サイズはちょっともう完売というか、もうちょっと数が少なくなっちゃってるんで、M から XL ってサイズ感で、まあ中肉中背の方から、ちょっと大きめの体格の方、
にはまあマストでサイズがあるのかなと思います。まあ今回ねちょっと2型というか2色、ネイビーイエローとネイビーレッドっていう、はい、2色になりますけども、今回このカルブキ柄のグルービン、はい、こちらぜひともお願いしたいですね。はい、もちろん特徴するのはこのねオープンカラー、平行襟のねオープンカラーです。まあしっかり平行を取ってますね、50度90度ね、平行を取ってオープンカラー、ちゃんと V の字でねオープンカラーしっかり取って、こちらのねボタンの4つボタンと、まあちゃんと柄はね結構歌舞伎柄なんで結構柄合わせをねまあ調整しなくても全然違和感なく、できるんですけども、結構身幅のね、ちょっと広めの、身幅広いんでゆったり着れるって感じのと、ボックスシルエット、はい、これボックスシルエットなんでも外にねパッと出して、夏っぽく着てもいいんじゃないかなと。まあホワイトパンツと合わせてもいいですし、ショーツとかで合わせても全然問題ないですし、まあスラックスとかデニムでもまあ 100% なんかもうほんとヴィンテージライクなスタイルでいけるかなと思いますので、すごい着用しやすいんですよ。本当にさっき言ったようにその柄物だからちょっと抵抗があるとか、柄物探してても何柄かわからないっていうようなそのイメージ的なとこあるじゃないですか。結構ハワイシャツだったらフラガールが乗ってたりとか、まあ結構そのなんですかね、結構海に携わるものをなんかこうデザインされてるものが結構総柄だったりするのが定番だと思うんですけど、結構こういう風にね、まあ本当に連想させる、まあ本当にもうヴィンテージライクなんで、結構その当時遊び心のある柄が結構たくさんあって、何柄だこれっていうのが結構あるんですよね。まあその中でもこの柄、こちらの柄はまあ結構有名な、まあスペシャルと言ってもヴィンテージであってもスペシャルと言われてるような柄ではあるんですけど、まあこの柄を結構復刻してるブランドも今でも、まあ、海外日本問わず、出てたりするんですけど、まあ、今回こうグルービンハイの、この歌舞伎柄のレイオンシャツをしてますので、ぜひ、チェックしてもらえたら嬉しいです。はい。まあ、インスタグラムの方でもね、紹介してますので、インスタグラムの方の DM とかでもお気軽に、ご連絡いただけると幸いです。ということで、まあね、今回ちょっとまだシャツをまだまだ紹介したいんですけど、まあ、紹介しながら、まあ、インスタグラムの方がね、ちょっと、連結が早いので、インスタグラムでもババババッとT シャツのことかシャツとか商品アップしてますので、ぜひよかったらそちらの方もチェックしてもらって、 YouTube の方も徐々に、そちらのね動画でお伝えしていけたらなと思いますので、引き続きこちらの YouTube の方もチェック、よろしくお願いします。ということでね、まあ、ちょっと時間もちょっとなんか押してしまいがちなんで、最近ちょっと話が長くなっちゃうもんですいません。ということでね、まあ今回は夏も、もう本当に今スタートって感じな、天候でございますので、熱中症には皆さんお気をつけください。はい、ということで健康と安全は大事で、皆さん今日も一日お疲れ様でした。それでは、セッションの中井でした。